テリヤキバーガーの単品と、はい、テリヤキを一つ、 あとラキポテ一つ、はい、ラキポテが一つ、はい、以上です。以上でよろしいですか。はい、715円になります。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。テリヤキ、函館に桜を見に来てます。めっちゃ天気も良くて最高です。今日がね、今日満開です。どうもこんにちは、ズッキーです。函館の桜綺麗でした。ちなみに咲いている桜はソメイヨシノという桜です。それについて少しお話をします。このソメイヨシノですが、初めは1本の木から増やしていったそうです。接ぎ木を繰り返し行い、明治時代以降全国に広まっていきました。そんな理由からソメイヨシノは一斉に咲き始め、一斉に散り始める、そんな性質を持っています。寿命は60年ほどと言われ、10年ほどで根を張り花を咲かせますが、40年ほど経つと徐々に衰弱し、50年を過ぎると腐りやすくなるそうです。また病気にはあまり強くないみたいで、枝が折れたり傷がつくとそこから幹を腐らせる菌が侵入しやすくなるそうです。また日本各所の桜の名所にはソメイヨシノが多く植えられているそうで、花見客が幹を踏みつけてしまったりすることが寿命の短い原因の一つと考えられているみたいです。
元町公園にやってきました。ちょっと雨が今パラついてますね。函館の坂の景色はこんな感じです。今現在時刻5時半過ぎですね。アジサイにやってきました。はい、じゃあ卵だけです。ここで失礼します。塩ラーメンでお願いします。あー、うまっ。めちゃめちゃうまかった。この草さんです。いや、なんかね、そうそうそう、本当はアジサイなんだけど、2階がラーメン屋で、ここ下はね、アジサイの食堂ってあるの。なんかご飯とかも食べれるのかなっていうことで、これからじゃあ自宅に帰りたいと思います。